楽天グループでアスリート支援事業を手掛ける楽天スポーツが13日、スペイン一部レアルマドリードの下部組織に所属する MF 中井卓弘、18、とのマネジメント契約締結を発表した。同社は、プロスポーツチーム、アスリート、ブランディング、権利ホルダーとの共通の価値観に基づくパートナーシップの構築に取り組んでおり、本契約を通じて、国内外におけるスポンサーシップを獲得し、中井選手のブランド構築を通じたキャリアの支援を実施します、と説明し、中井のピッチ内外での価値向上をサポートする。中井は2013年に9歳でアールマドリードの下部組織と契約を締結。世界屈指の名門と契約した初の日本人選手となった。その後は順調に成長しており、トップチームの練習参加も経験。テクニックの高さから日本の神童と称される逸材だ。中井は同社を通じて楽天スポーツとマネジメント契約を結ぶことができ、感謝しています。これからプロとして世界で戦っていくことになります。世界中の素晴らしいチームメイトと競い合いながら、共に技術を高め合っていきたいと思っています。トップチームでプレーできるよう、日々の練習に励み、ベストを尽くしたいと思います、と意気込みを見せた。中井と楽天グループのマネジメント契約は大きな注目を集めており、ネット上では、神戸来てくれ、神戸がつばつけたのか、次はレアル化を目指すのかな、などの声が続出。楽天グループが運営する J1 神戸入りを期待する少々気の早い意見が上がっている。中井が今後どのような活躍を見せるのか楽しみだ。